天暦92年4月、俺たちの部隊は火星における英国軍の戦力増強と新型アームドアーマーのテストのため、ここパボニス基地に降りようとしていた。くそ、新型機のテストとはいえ、なんで火星組んだりまで来なきゃなんねんだ。しょうがないだろ、あれが地球上でテストできるような代物か。片道2週間だぞ。いつ地球圏に戻れるか分かったもんじゃねえよ。まあそう言うな。エス国のアームドアーマーソロウェイに対抗するためには、あの新型機スプリガンを仕上げなきゃいけないんだ。ああ、ソロウェイは俺たちが今使っているバーソルミューと比べて火力も機動力も上だそうだな。たまったもんじゃねえ。うちの技術者連中は認めたがらないがそうらしい。まあエス国との戦争が始まらないように祈るしかないさ。戦争が始まったりしたら、どっちの国にも相当の被害が出るだろう。マービー隊、何真剣に話し合ってるんですか。ああ、どうやって貴様らガーネット招待から新型機をぶんどるかって相談していたところだ。隊、冗談はやめてくださいよ。もうスプリガンのテストは自分たちの隊がやるって決まったんですよ。そういうマービー隊のエメラルド小隊の任務は何ですか。俺たちの隊は基地に着いたら国境周辺のパトロールをやることになっている。エス国との国境は一触即発状態らしい。下手すりゃ俺たちがエス国との戦争の火蓋を切るかもしれねえんだぜ。そりゃそうと新型機の仕上がり具合はどうだ。ああ、宇宙空間での調整は一応済んでる。問題は地上での機動性かな。しかし今の段階でもバーソルミューとは比べ物にならないぐらい全体性能は上がってるみたいだ。そうか、実戦配備が楽しみってところだね。敵か、なんだ。パイロットは至急格納庫へ。繰り返す、パイロットは至急格納庫へ。これは演習ではない。パイロットは至急格納庫へ。繰り返す、パイロットは至急格納庫へ。これは演習ではない。ここは呼吸からかなり距離があるはずなのに、エス国の攻撃なのか。チッ、早速実戦かよ。奴ら本当に戦争を始める気か。まだ敵機の所属は不明だ。我々はパボニス基地の部隊を支援し、敵機を撃退するのが任務だ。深追いはするなよ。了解。実戦テストに持ってこいだ。新型機で出る方がいいんじゃねえか。バカ言うな。スプリガンは重力化でのテストをやってないんだぞ。無駄口を叩くな。出るぞ。
手応えがなさすぎる。こいつら無人機だったのか。とりあえず終わったな。帰還しよう。待て、武士の様子がおかしいぞ。おい、砲塔がこっちを向いてるぞ。うわっ、何しやがる。ブリッジ、応答しろ。味方機を攻撃するなんてどういうつもりだ。応答がない。敵に乗っ取られたのか。この短時間にか。そんなバカな。何にせよ、俺たちを攻撃していることは事実だ。このままじゃやられる。やるしかねえってことか。待てクリック、これ以上攻撃したら本当に撃沈させてしまうぞ。ああ、物資からの攻撃もやんだようだな。しかしどういうことだ。見ろ、スプリガンが。誰だ、スプリガンに乗っているのは。何をする気だ。やめろ、マービー隊員。マービー隊員、あれに乗ってるのはマービー隊員なんか。うわー、アーガス艦長。この威力はバニシングバスターを使ったのか。マービー隊員、どうするつもりだ。貴様はこんなことをしてただで済むと思ってるのか。何考えてんですか隊員。亡命でもする気ですか。今にわかるさ。いや、お前らはここで死ぬから関係ないかな。なんだと、本気か。グレッグ、構うな。スプリガンを捕獲できないなら破壊しても構わないとの命令が出た。やつをやるぞ。マビ隊、今ならまだ間に合います。投降してください。おいおい、何が間に合うんだ。俺はもう航空艦一隻沈めてるんだぜ。俺はお前らと遊んでる暇はないんだからな。行くぞ。調整だとは聞いていたが、ここまでひどいとはな。撤退するぞ。了解。待て。ふん、この機体が完全に仕上がったら相手になってやる。奴らどこに逃げるつもりだ。あっちはパボニス基地じゃないか。ああ、これじゃ袋のネズミだ。いや、待て、基地から砲撃だ。全機回避。火星政府？そうだ、つい2時間前火星連合政府が設立されたそうだ。何ですかそれは。手っ取り早く言えば、地球上の国同士の争いを火星に持ち込まれるのは真っ平だと火星の住民たちが団結したわけだ。それだけのことで。まあ他にも原因がある。地球側が火星に対して予定していた移民計画、あれに相当無理があるらしい。それを地球側はかなり強引に決めてしまったんだな。それで A 国なり S 国なりの火星側にはかなり不満が残っていたということだ。そこへ今回の両国の戦争騒ぎか。火星の住民は人種や国にほとんどこだわらないって聞いたことがあります。それなのに地球側からお前ら戦争しろって言われたって。火星生まれ。そうか、エメラルド正体のあの3人は確か火星生まれだったよな。まあいい、とにかく今回の戦争は A 国対 S 国ではなく地球対火星になるかもしれんということだ。それから我々には地球の衛星軌道まで交代せよとの命令が出た。この艦はこれより地球へ向かう。くそ、火星に着いたばっかりだってのに。艦長、
後方から火星政府ものらしき艦が接近中です。なんだと？加速して振り切れ。この艦ならできるはずだ。無理です。これ以上加速すると燃料切れで地球へ戻れません。加速後に進路を変えて放慢軌道に乗れんのか？可能ですが、その場合は地球到達まで半年かかることになります。酸素も食料も足りません。火星での補給を当てにしていたからか。なんてことだ。艦長、後方からアームドアーマーらしき物体が接近中です。アームドアーマー隊に出撃準備を。こちらは火星政府所属戦闘艦ボレアリスだ。レーガンおよびイーストウッドに告げる。直ちに停戦しろ。投降後の乗務員の安全は保証する。停戦を拒否した場合は機関らに攻撃を加えることになる。あいにくだが、火星政府にこの艦を渡すわけにはいかん。了解した。ではこれより攻撃を開始する。勝手なことを。各アームドアーマー隊発進、応戦する。了解。前方の小惑星群に突入するぞ。あの中で敵を迎え撃つ。こんな空域になんで石ころがあるんだ。イカロス小惑星群だ。水星軌道付近から火星軌道までを楕円で回るやつだよ。